信行花は信行土屋ナイツザ・ラディオショー。時刻はお昼の1時になりました。こんにちは、ナイツの土屋信行です。はい、花信行です。月曜パートナー平野ノラです。ナイツザ・ラジオショー、今週もよろしくお願いします。お願いいたします。クライマックスシリーズが面白すぎますね。追いつきましたね、ジャイアンツが。そうそう、面白い。昨日の土曜日なんか最悪だったでしょ、はい、もう。土曜日が、そうだ、ね。だから、大手かけられた時とかは。あ、もう最悪ですよね。ね。はい。金曜日か。金曜日の夜に。金曜日の夜に。大手かけられたんでしょ。それこそね、サマーズさんのマネージャーの西尾さんから、今日見に行ってる、頑張るって言って、来て、その後なんかいろいろメールしたけど、何にも返信なかった。マジで死んでたんでしょうね、もうね。巨人ファンからさ、もう落ち込んでたんでしょうけど。そうだね。そっからの2連勝で。そっからの2連勝で、昨日なんか、もう門脇すごいね、守備。門脇。うん、ね。ショート。ショートですか。今日宮本さん来るから。そうですね。門脇のこの守備、昨日のあれ聞いてみたいんですけどね。やっぱこういう守備して短期決戦は、うん、守備が大事ですか。守備だね。ね。もう守るってことだろうね。短期決戦は。短期、ね。ベイスターズも、牧、セカンドの牧が、はい、もう2試合連続でファインプレー、宮崎とか。もう本当にエラーが一つあっただけでもう、本当は危ないんですよ。はい、で昨日、オコエがね、はい、レフトで、こう、ちょっと後逸しちゃって、はい、もう普通のヒットを三塁打にしちゃったんですよ。ワンアウト三塁。その大ピンチを、この門脇がもう本当に救って、守備でカバーして、守備でカバーして、これは本当に非常にいい状態で、今日もう18時から日本ソリクライマックスシリーズやりますけども、今日は独演会もありません。ラジオショー終わって見たいなと思ってたら、なぜか阿鼻子の星野市長との対談が入ってしまった。なぜですか。なぜかじゃないです。行きたくないふるさと大使だから。やるからでしょ。ふるさと大使やるからでしょ。星野市長との対談が入ってしまいました。統括ヤッホーとかやるからでしょ。くそー、しょうがないですよ。早く終わらせたい。この前の、なんか、うん、ウェブの CM の仕事も。あれ早く終わったね。ものすごいさ、はい、ディレクターさんもさ、はい、その人はベイスターズファンだったんだけど、はい、来る前に、今日クライマックスシリーズ見たいんで早く終わらせましょう。いいですね。そういう人はいいですね。ものすごい早かったもんね。本当にちゃんと結果出したからね。へー。有言実行だったからね。だって20時に終わる予定だったけど、7時20分に終わって。早かったね。すごい。桑畑理恵さんとね。そう、桑畑さんと山崎怜奈ちゃん、はい、うん、一緒にやってさ、ちょっと広告もののやつだったけど、山崎怜奈ちゃんがやっぱ頭の回転早いからさ、あの子がすごいんだけどさ、もうそんないいよ伸ばさなくてと俺は思ったけど、途中で山崎怜奈いいよもうそんな伸ばさなくて、あの子はやっぱもう気ぃ利かしてね、取れ高じゃないんじゃないかと、ないんじゃないかと、頑張って頑張って話し頑張っていろいろ噛むんだけど、足さなくていいんだ、足さなくていいんだ、全然ディレクターが指示出さないから、最低出せない、ディレクターはもう早く終わりたいから、早く終われって終われって、うん、終わって終わってるから、次に次にって言おうとしてるから、首ずっとってのオッケーです、オッケーですみたいな感じもらった台本と違いすぎるから、怜奈ちゃんはもう一生懸命伸ばそう伸ばそうとしてくれて、ちゃんと台本通り怜奈ちゃんはねやろうとするんだけど、もういいんだよみたいな、終わりたいんだから。かわいそうだろう。企業の人もいるのに。いるのにね。広告で巻くってなかなかないですよ。広告なかなかないよ、ね。ないですね。すごいな。びっくりだったけどね。でも早く終わってよかったよ。そうね。最高だったね。みんなが喜んでたから、桑畑さんも。もうそりゃそうですよね。いらっしゃるし。そうですよね。早く帰りたいですよね。夜早く終わるのは何より。いや正義だから。ね。最高でした。で、はい、今日、ドジャースが。ドジャース。ナリーグ決まりました。で今日の優勝。いやー、大谷翔平ってすごいね、やっぱりね。これでワールドシリーズはヤンキース対ドジャース。もう本当主人公ですね。本当ですね。大谷翔平が、本当に、はい。WBC もちゃんと決勝アメリカ対日本になったしね。だってアメリカとさ、最後決勝やってさ、はい、ピッチャーで出てきてさ、はい、マイク・トラウトをさ、投げて抑えるってもう漫画の終わり方じゃん。確かに。で、今度ヤンキースとドジャースがさ、戦ってさ、これ最後、まあ、ピッチャーは多分今年は出ないって言ってるけど、はい、もう訳わかんない、最後、ジャッジの時だけ大谷出てくるし。いや、訳わかんない。クローザーでね、胴上げ投手で。胴上げ出てくるかもしんないよ。確かにね。それか、まあ、もしかしたらサヨナラホームランとか、大谷で終わる。筋書きはもうパターンですか、できてるんじゃないですか。いや、もう優勝してくれたらもうそれだけでもすごいけどね。すごいですね。
いや、やりすぎになるからな。ジャイアンツもまあだからすごいんだけど、はい、やっぱ大谷とかね、ああいうのも、だからヤンキースがもう、外、2番外、はい、3番、ジャッジ、アーロンジャッジ、4番スタントンだから。スタントン。スタントン。スタントンのもう、何腕の太さやばいよ、あれ。青木マッチョだよね、あれね。青木マッチョよりは細いけどね。青木マッチョ。青木マッチョ、バランス的には青木マッチョの方が太い。青木マッチョの方が太い。わかんないけど、並べてみたらわかんないけど。あいつもなんかドラマでしたよ。このえマッチョ？そういう、あれの役で。マッチョの役で？マッチョの、なんとのあの、インストラクターみたいな。インストラクターが出てくる。インストラクターで。あ、そう。ジムのインストラクターさんの役で。すごいね。売れまくってるよ。売れまくってますね。青木マッチョもね。いや、だから本当、クライマックスシリーズが、はい、今日ものすごく楽しみということで、はい、ございますね。なるほど。本当に、どっちが勝つと思いますか、巨人対ベイスターズ、ドナちゃんは。いやー、巨人対ベイスターズですか？うん。はい。巨人対ベイスターズです。塩沢トキさん、どっちが勝つか。おしゃれなメガネ、塩沢トキさんが入ってくる、また話がちょっと変わってくるんですけど、まあそうですね、うん、ベイスターズですね。ふざけんなよ。はい。なんかあんの、そういうタコのパウル君にさ、占いしてるみたいな感じで、ノラちゃんもなんかあんの、そういう決め手はどっちが勝つか。ベイスターズ見えた。いや、そうですね、見えましたね。なんか、ベイ、うん、MVP 誰？ MVP？ うん、ベイスターズの、うん、MVP ですか？もし勝つか、ああ活躍する選手、今だとデストラーデかな。せめて太陽とかの選手に言ってほしかった、ね、そこはちょっと入れとくべきだったね。そうですね、ポンセだったね、もちろんポンセパチョレックですね。かな、まああとやっぱりでもやっぱり中畑かな。今で言うと、まあ、ベイスターズの監督やってたからね。そうそう、監督やってたからやっぱり中畑かな。絶好調うん、中畑かな。もうちょ、誰がどこのチームかっていうまではちょっと存じ上げないんです。そうだ、ね、すいません、ね、はい、ごめんなさい、ごめんなさい。響きのいい外国人助っ人行ってただけなんで、うん、私はちょっとバレーボール以外のことを聞いちゃってごめんなさい、ごめんなさい。バレーボールしか分かんないからね、スポーツ。ノラちゃん誕生日だったから。そうです、ノラちゃん。あ、いつだったの、誕生日。昨日だったんですよね。ありがとうございます。あ、横浜市最先端寒いピーチパイさんです。うん、昨日10月20日、ノラさんのあ、何回目って書いてるけど、言わない方がいいよね。全然言ってください。46回目のお誕生日でしたね。はい、おめでとうございます。46です。昨日はご家族でお出かけされたり、美味しいものは食べたりしましたか？プレゼントに関しては、なかなかクセスゴな旦那様ですが、何かもらったりしましたか？教えてください。楽しみにしています。あれ、テレビもらったのも誕生日でしょ？そうです。あれか、2年前？ 2 年前ですね。今年ですね。いや、でも今年はね、非常に良かったです。なんだろう、物はもういらないって言ったんですよね、前に。うんうん、もう何も買ってくるなと。黙って言おうとしてたじゃん。そう、買ってくるなと。まあ、もういい、包まなくていいから。そしたらですね、特にまあ何も、うん、言ってなかったんですよ、はい。それで一応ですね、朝起きた時に、リビングで、その、20日の朝会った時にリビングでパッて会ったんですよ。うん、その時私は、誕生日覚えてるかなと思って、じっと見てたんですよ。うん、いつもだとそんな見ないのに、じっと見てた。じっと見てたんですよ。うん、したら、本当に、綺麗なお辞儀、誕生日おめでとうございます。45度の、綺麗なお辞儀、誕生日おめでとうございます。礼して。はい。なんか、行ったのかな、塾とかに通ったのかな。わかんないですけど、そういう塾。なかなかできないよ、そんな。できないですよ、ね。集団行動ってすぐ。そう。何の塾？お受験の集団行動ってなかなかできないよ、すぐ。そう。礼儀を習う塾に。そうですね。行ったんじゃないの、そういう。46とか。どっか吉祥寺とかさ。さすがにね、そろそろ、ね。この年で奥様に対しての塾とか。うん、そう。おかしい、そんなことする人じゃなかった。しなかったですもん。だからもう忘れてるぐらい。だから一応、第一声、こいつ何て言うかなと思って、一応見てたら、おめでとうございます、つって。よしって言って、私はまあ。よしでしょ、関係性が。すごい上下関係。1回だけでしょ ?1 年1回。毎日おはようございますって言えないです。はい。おめでとうございます。そう、覚えてたっていうことに関しては嬉しいですよね。よし、礼儀もできたなと。はい。で、昨日私の方が先に帰ってきてて、うん、そしたら旦那さん帰ってきて、うん、なんかね、お寿司と、あのでっかいこの、お寿司と、パックあとシャンパン2本と、はい。あと、ワインとケーキを、うんうん、すんごい荷物で買ってきて、初めてなんかこう、
なんて言うんですか、うわ、嬉しいなと思って、本当に嬉しいわって、ありがとうって。ちゃんとでも正解の。正解の、そのものはもうね、いらないし、でもなんか一応ね、美味しいものと、それみんなでお祝いして、それなんかお腹いっぱいだから、ちょっとケーキは明日に食べようかなって思って、一応なんかちょっとケーキのとこ、この冷蔵庫の前で探った時に手紙が出てきたんですよ、ね。そう。で、私は昔、手紙を、何も物を入れないからお互い1年に1回手紙を誕生日に書こうって言っていて、手紙を書いてくれた時期もあったんですよ。でもずっと書いてくれてなくて、手紙が入っていて、それでこうちょっと読んだら、もう3行ぐらいで私も泣きそうになっちゃって。でもみんなで食卓まだ囲んでたから、今見たらちょっとなんか変な感じになると思って、こうやって手紙をこう、あの冷蔵庫も開けっぱなし、ピーピーピーって鳴ってたし、それでもうすぐこうね、閉まって、こう、リビングに戻った時に、旦那が、こう、なんていうんですかね、手紙見たみたいな顔で、こう、私が泣いてるかどうかは、ドヤの顔でチェックしたのが、イラッとしました。惜しいだろ。惜しかったなあとちょっとで我慢、あとちょっと我慢する。なんかもう、前のめりで、こう、すぐ横見て、私が来た。だって、見てたんでしょ、だって。顔チェック。冷蔵庫で。その、冷蔵庫見てたけど、その、なんていうんですか、この、こう、なんていうんですか、見えないような、L 字型、L 字型で。いいじゃん。L 字型で。それは、旦那には見えてない。見えてないんですよ。だけど、冷蔵庫ピーピー鳴ってるし、カサカサしてるから、旦那的には、もうそろそろ見てくれてるんじゃないか、みたいな。そう。で、そういうなんかサプライズしてる自分が大好きなんですよ、旦那も。それもちょっと腹立ってるんですね。腹立ってんじゃない腹立ってるんですよね。で、それでなんかちょっと見たかな、みたいな。で、私も絶対泣いてません、みたいな。ちょっとうるうるしちゃってたんですけど、絶対もう平常心で、普通に何もなかったように戻ったんですけど、だからあれがなんかそれがなかったら、スマートだな、と思って。いや、でも、嬉しかったですよ。いや、嬉しかったです。爪が甘いな。はい、寿司なんかね、でも、横に、縦に、横に、縦に持ったのかな全部右に。それでもいい。まあ、どっか、それでも。ね。移動するときにこう。大変よ、持ってくる。それじゃあ、でも、だから、瓶3本とね、ケーキと寿司も、それはもう大変ですよね。そしたら、あ、で、最後に、イラッとしたんだけど、その後に、なんか、娘から、もうほら、あの、プレゼントあるよね、つって。で、娘からなんだろうと思って、と思って、LINE 開いてごらんって言われて、LINE 開いたら、事前に娘から、ビデオメッセージみたいなの。ママおめでとう大好きだよみたいなのを、旦那が撮ってくれてて。ねえ、何そのサプライズ。撮ってくれてて。それで私、やっぱり娘を絡めると、私がもう号泣して嬉しいの知ってるから、こいつやりやがったなと思って。知ってるからとかじゃなくて、純粋に喜ばしたらいいじゃん。それがお祝いだから。お祝いだから、本当に。知ってるから喜ぶ。今年はちょっと違う。今年はだから良かったですね。なんかすごい。結局、そういうのもとかも見て、手紙も感想とか言って。手紙まで冷蔵庫に冷えてあります。冷蔵庫に。冷蔵庫にまだ読んで。まだ元気と一緒に。まだ読んでないですけど。旦那の前でちょっとやっぱ泣いた？でも。そこで。そこ、やっぱりちょっと、ちょっとやっぱりうるっとしますよね。で、やっぱ娘のそういうのはやっぱ結構うるっとしちゃうんで、ありがとうみたいな感じですけど、もう。で、うちの母親もね、もう帰ろうと思った時に帰ってきたからそこにいたんですよ。旦那的には母親も、にも見せられたから、なんかこう、ずっとどうやって感じでしたよ。いや、でもよかったじゃん。よかったじゃん。そうですね。なんか学んだ。されたの他のなんか友達とか。ああ、まあそうです。お祝いいただいたりとか、コウさんからなんかお花がね、来たりとか。DJ コウさん ?DJ コウさんからね。でも一番、早く、LINE が、誕生日の日に LINE が来た芸能人、誰だと思います？誰だろう？これ多分、すごい、なんかさすがだなっていうか、その人柄が出てるというか、すごいなって思うんですけど。億万？違います。億万さんはちょっと。俺いつも億万が話の流れ的に。早いんですか？ここで出会ったゲストです。この番組で。あ、分かった。ジェシー。そう。あ、ジェシー。正解です。あ、俺よし行くぞ、最初。よし行くぞ、LINE できる。よし、やってないね。ジェシーは確かに。すごいよね。だから、来ました、やっぱり。来ましたよね。で、なぜか今日7時30分ぐらいに来たんです、朝の。おお、早っ。一番早く来て。なん、すごいですよね、ジェシーさんって。ねえ、はい。すごいよ。そういう、やっぱり、こういう関係が広いって聞きますけど、こういうとこでしょ。一回だって、今から、うち来てくださいっていう時あったんだよ、夜中1時ぐらいに。行けばよかったなと思って。なんで俺行かなかったんだろう。いろんなね、人いるでしょうしね。絶対行きたくなかったんだよ。絶対遠いんでしょうけど。絶対遠いんでしょうけど。練馬からは。
多分練馬とか杉並とかじゃないだろ。絶対練馬じゃないでしょ。絶対違う。荻窪ら辺だって言ってるさ。絶対違うと思う。絶対遠いでしょ。絶対違うと思う。荻窪ではないと思う。ニュースとか見る限り多分違うだろ。違うでしょうね。絶対絶対遠いでしょ。それで言うと、この前、うん、トンネルズさんの、はい、あの特番があったんですよ、はい、今度ライブがあるから、うん、消熱体力って出てきたでしょ、はい、タカさんから LINE 来たよ、うん、あ、そう、ありがとうございました、なんか一応お祝いメッセージみたいなね、この間取りました。あんなのさ、いちいちさ、あ、後輩にさ、うん、ありがとうございました、土屋くんにもよろしくお伝えください、うん、あの頑張って漫才頑張りますみたいなさ、はい、そういうちゃんとくれるのは本当すごいね。俺なんか別人というかさ、なんか本当だよね。信じらんないよね。子供の頃見てた自分に。カメラぶっ壊してたね。ね、敬語で。敬語で LINE が来るようなんてね。来るんで、本当に。想像もつかないよね。想像もつかないよ。本当に。信じらんなかったけどね。そうですね。武道館ね、楽しみですね。ルシさんから来てない。ルシさんから来てないですね。はい。ルシさんは、あの、独演会にお花をいただきましたね。お花いただいて。そしたらまた、あの、豊館も早く出たいから、ちょっと今調整してるっていうふうに言ってたよ。あ、そうなんですね。素晴らしい。素晴らしいですね。もう、独演会も私、あの、ね、ありがとうございました。そうだ、ノラちゃん来てくれた。面白かったですね。今年はね、割と評価が高いよ、みんな。やっぱ私もこの昨今の中で、私の一番やっぱり好きでした。あ、そう。毎年過去最高だと思ってるんだけど、はっきりと去年より良かったです、みんなおっしゃってるから。だから今年は良かったなって。そこまで言われることなかなかなかったね。なかなかないですね。いや、ものすごい面白かったですね。多分そうなんだろうなっていうのは分かるよ、なんとなくね。ちょっとやっぱりいろいろ試してんだけど、毎年いろんなパターン、今年はもう元のね、原点に戻って漫才増やしたって感じでした。それが一番なんだね。なんか、すごい改めて、いや、すごい人たちなんだっていうのをすごい、本当に思いましたし、なんかいろんなバラエティ豊かで、映像もね、すごく素晴らしかったですし、あと、やっぱりあの、毎年やってるあの、やっぱり紙袋を持って来て登場するだけでもう、あの、隣に座ってたのがあの、お兄様、花のお兄様があの、座ってて、もう二人で紙袋出た瞬間二人で大笑いしてるぐらい。横に花輪にいたんだ。花輪がいたんですよ。紙袋のやつ、うちの兄のね。そう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 。もうめっちゃもう、めっちゃ面白かった。年末年始にさ、ネタ番組結構ね、もう今覚えかかってるんですけど、この、なんていうのかな、検索ちゃんだけなのよ、何やってもいいっていうのが。で、他の番組は、今年を振り返るネタとか、要するに、ナイツさんお願いしますって言われちゃうから、結局、あんだけバラエティ豊かに作っても、ほとんどできないんだよ。なるほど、なるほど。そんなこと何やってんですかって言われちゃうわけ。うまくこう、ばらけてくれたらいいんだけどね、年末の番組に全部。なんか年末も、いろんな番組も、なんか爆笑問題さんがいるから、ナイツさん好きなことでいいっすよって言ってくれる番組がいっぱいあるんだけど、どっちかっていうとなんか東京漫才の代表みたいな感じで出ちゃうから、変な漫才できない。変な漫才ができないんだけど、変な漫才、しかないから。変な漫才多めだから。変な漫才以外のまともな漫才だと毒強すぎるから。そうだね。なかなかそれがね、今日もだから朝さ、あの、そこも年末年始ネタどうしようかなと思って、振り分けてんだけど、全然振り分けられなくて、変なネタばっかりだからしかないから。そのために漫才増やしたのにね。うん。年末年始特番がね、書くように。まあだから、千尺ちゃんみたいなネタがもっと増えたらいいなと思ってさ、昨日大阪だったんですけど、独演会に。なんか最近もう大阪に行くのもさ、うん、今までグリーン車とかも隣結構空いてること多かったけど、ね、昨日めちゃくちゃ満席でしたね。満席だったじゃないですか。でも大体外国人の人多いでしょ。隣外国人だった、はい、あ、外国人だと思ったでしょ。あ、俺外国人だった。外国人だった。うん。で、俺ね、はい、あの、隣に座った人がね、うん、なんかあの、ちょっと椅子、倒して、なんかこう、ノースリーブみたいな感じで、結構ビールとか飲んでる人だったの。で、なんとなくこう、女性の方だったんだけど、ちょっと肌が少しこう、日焼けしてる感じだったから、俺、外国人の人だって思ってたの。その、外国人の集団だったから。顔はなんか、あの、サングラスとか。感覚かけてた。なんかちょっと、セレブみたいな人だったのね。それで、ずっと隣でなんかこう、あの、やってんだけど、俺はなんか、あの、コンセントが俺なかなか入らなくて、はい、なんかちょっとコンセントが壊れちゃってこう曲がっちゃってるから、グイッてやんないと入らないのね。うん、それをなんかこう、で、受けるみたいな感じでやってたから、俺もなんか、オーバーリアクションで、はーいとかってやってたの。そしたら、花輪さんですかって言われて、日本人の人だったの。
俺ずっと外国人だと思ってて。なんか、オッケーオッケーとかってやってたのよ。恥ずかしいですよね。うん、日本人の方で、あ、どうも、とかって言われて、あ、な、あ、お前、あ、で、僕ははっきり言ったの、ラテン系の俺外国人の人と思っちゃってたんですよ。あ、違います、私日本人ですよ。で、歯医者さん。はい。な先生で、それで、なんか、仲良くなって。出張だったかな。宝塚見に行ってた友達。あ、そうなんだ。そうなんですね。趣味で。趣味で。それでいろんな話。で、ちょうど子供が、うちと同じぐらいの子供がいて、それで今日旦那に預けて。そんなに仲良くなった。仲良くなった。うん、すっごい仲良くなって。今度じゃあちょっと一緒に飯、飲みに行く。そんなに仲良くなった。もう向こうから言ってきたんだ。そんなに仲良くなる、隣に。仲良くなった。新幹線隣に。なかなかないでしょ。なかなかないですね。なかなかない。それで、とにかく、お笑いが好きで、落語が好きで、やっぱり志の輔師匠の独演会はもう毎回、チケット取ってます、私は。なんとか取ってますとかって言って、あ、そうなんですかって。で、やっぱりうちの、歯科衛生士とかいるじゃん。ああいう子にも落語見た方がいいって言って、お客さんとの、コミュニケーション、落語で、やっぱり、覚えた方がいいからっていう感じの人だったからさ。じゃ、独演会ももう招待したらいいじゃん、もう、そしたら。ね？そんな長い間招待しないよ、そんなまだ会って、隣に座る。まだ会って2時間しか経ってない。まだ会って2時間。ご飯行く約束までしてんじゃん。ねえ。文春も時間の問題じゃないですか。告知。まさかの出会い。大田区の歯科医との禁断の恋みたいな感じで。いいね。はい。それではそろそろ行きましょう。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready?The Radio Show!改めまして、ナイツザラジオショー、今週もよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、いよいよ今週はナイツジャパン秋のリスナー感謝祭と題して、豪華ゲストが連日登場します。はい、今日はダブルゲスト、1時台に元ヤクルトスワローズの宮本慎也さん、2時台にサマーズ大竹和樹さんが登場、はい、ということで今日のメールテーマはこちら、憧れるな、はい、サマーズさんに憧れるという芸人たくさんいます。そして現役プロ野球選手の中には宮本慎也さんが憧れの存在だという選手も多いと思います。ラジオをお聞きのあなたが昔憧れの存在だった人、今も憧れ続けている人や一度真似してみたい行動などお寄せください。ゲストへの質問もお待ちしています。はい、土屋さんは本番前に奥さんに文句を言い返す人に憧れるなと言っていました。受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com、 X はハッシュタグナイツラジオショーをつけてポストしてください。メールを送ってくれた方の中から抽選で5名にラジオショーオリジナルサインペン、月曜日は赤色をプレゼントします。メールには住所、本名、電話番号も忘れずにお願いします。はい、そしてお待たせしました、今週はナイツジャパン秋のリスナー感謝祭ということで、現金4万円が当たるあの現金大抽選会企画が帰ってきます。はい、3時の冒頭にお電話をしてラジオショーを聞いてれば分かる簡単なクイズを出題、正解すれば現金をプレゼントします。テーマメールやコーナーメールにリアクションメールなど全てのメールが対象となりますので、本名とその時につながる電話番号を必ず書いて送ってください。また電話は前回と同じ4ポールの間に出てください。はい、電話で別れ話をしている人も3時になったら一度電話を切ってラジオショーからの電話を待ってください。そうですね、で現金当ててから別れ話を続けてください。さらに今回は現金が外れちゃってもセカンドチャンスがあります。日本放送で実施中の生活応援千葉の新米ふさこがね1トンプレゼント、キャー、それに合わせて今日のラジオショーでも千葉の新米ふさこがね5キロが5名に当たります。いいな。こちらは日本放送のホームページの専用フォームからの応募となります。現金大抽選会のクイズの答えがそのままキーワードになりますので、電話が鳴らなくても諦めずにラジオを聞き続けてください。はい、それではナイツザラジオショー、この後3時30分までよろしくお願いします。
はい、ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお使いですか？茨城若旦那がおもてなし、会いに来て茨城県。夫が残した古いカメラどうしよう。その時でした。カメラの北村なら。天から夫の声が。出張査定で漏れなくクオカード。え？僕からのプレゼントと思って。あなた。出張買取はカメラの北村。電話は0120-157-999。繰り返してくれる？ 157-999。はい。僕、あなたを剥製にしようと思ってるんです。レモが戻ってきた。スマホの恐怖の連鎖は世界へ。また一緒に遊べそうですね。成田凌、クオンウンビ、千葉雄大。スマホを落としただけなのに。最終章、11月1日公開。その衝撃の結末はあなたの常識を覆す。 Welcome to the Radio Show。 Guest Show。 Let's get started。さあ、今日からスタートしたスペシャルウィーク、この時間は少し早いザ・ゲストショーのお時間です。いきなり強力なトップバッターをお迎えしました、宮本慎也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もういつも90円でもお世話になってます。あ、いやいや、ありがとうございます。本当なんかトップバッターで申し訳ないんですけど、トップバッターよろしくお願いします。最高ですよ。お願いします。お願いします。まあ、宮本さん、なんかいろいろあれですよね、入閣するんじゃないかみたいなニュースになってます、ね、阪神。あの、秋の宮本って言われてですね、名前だけ出てくるんです。秋の宮本。秋の宮島みたいな。名前だけは出てくるんです、ね。名前だけはね。いつもジャイアンツも出ましたよね、昔。ジャイアンツも出ましたね。出ましたね。コーチとかね、そうなんですよ。もうほぼ来てない話が出ちゃうんですよ、ね。はい、あ、なんで、もう自分に来てない話が報道だけ出てるってことは、はい、結構阪神なんかもう全然来てないです、ね。あ、本当ですか。はい。まあ、藤川さんと一緒にね、解説もやってたからみたいな、勝手にじゃあ、そういうので。そうですね。でもドラゴンズは本当はもう言ってますけど、立浪さん断ってるんで。うん。僕にとって立浪さん断ると、もう他はないですよね。ああ、そっか。もう、立浪さんはもう、スーパースターですもんね。スーパースターです、もう僕の中でも。はい。はい、もうやっぱり、すごかったですか？でも、1個上ですもんね。1個上ですね。だから、すべてこう、尊敬できる方だったんで、勇気出して断っちゃったですね。すごい勇気が、いりましたね。それは。いりました。立浪さんの話断るのは。いや、もう本当細かい話。もう今は時効なんでね、もうやめられたんであれですけど、東京行くからいつ空いてるって言われて、最初。来たら断れないと思ったんで、僕が行きますって言って。すぐ次の日行って、申し訳ありませんって。もう断りに行くような感じで、もう自分から。そうですね。もう僕はもうちょっと予想してて、2、3ヶ月前ぐらいから。もしって思ったんで。へぇー。はぁー。この時は、辰巳さんなんて言われたんですか、断った。ちょ、もう一回考えろよ。ね、いや、そうか、はい。そういうのありましたね。結構上だけど、やっぱりその雲の上の感じになるんですね。そうですね。ただまあ普段はもう普通にね、優しい方ですけどね、はい、昔今井さんがね番組にさ、はい、PL チャーハンっていうのはあるんですか。はい、あります。あるんですか、マヨネーズ。そうです、マヨネーズが油代わりで、ただの濃いチャーハンですけどね。もう茶色い茶色いって体に悪そうな伝統的にみんな作る。そうですね、1年生が作るんでしたよ。そうです。で、上級生に食べさせる、はい、PL チャーハン。そうです。井上新監督はやっぱりどうですか、ドラゴンズの。
いや、どうですかね。もう、達也さん負けたんで、どっちでもいい感じです。え？達也さん終わったんで、うん、もう、どっちでもいいです。どうだって、ヤクルト OB ですもん、まあ。ドラゴンズがどうなろうかっていうのは、まあうね、もう、達也さん監督で、片岡さんヘッドコーチだったんで、うん、頑張ってほしいなっていうのはあったんですけど、うん、もうそこいなくなると、どっちでももう、加藤が負ける。僕は知ったこっちゃない。ヤクルトはね、今年は。ああ、そうですね。怪我人も多かった。2年連続、最終戦で5位になったっていうね。そうか。そういうことなんだ。はい、でも、長岡、ショート、はい、守備もすごく上手だったし。そうです。打つようになったんですね。うん、今年ね、最短だ。はい。今日タイトル取りましたよね。もう僕超えちゃいました。ああ、もう超えましたか。僕タイトル取ったことないですもん。いやまあまあでも長い目で見たときにね、そうですね、ギダの記録だって持ってます。まあギダは大したことないです。あ、そうですか。はい、バントはその辺に落とせばいいんで。それができないね、巨人ができないんですよ本当に。違います。ヒットその辺に落とせばいい。そうです。ヒット打ててホームランでは難しいですけど、うん、バントはその辺に落とせばいいんで、あれは自慢することではないです。その辺に落とすだってそのだって。でも突っ込んできちゃったらだって、うん、いやその時は打っちゃいいですよ。それができない。それができない。で今ほら甲子園も、はい、みんな延長がタイブレイクになって、はい、もうランナーいるから、うん、バントがいかに決まるかが、はい、もう、うん、トーナメント勝ち抜くポイントみたいになってるじゃないですか。うん、面白くないじゃないですか。やっぱガンガンと打った方が面白いじゃないですか。あ、じゃあそのやっぱタイブレイクの、うん、ちょっとシステムは、いや、タイブレイクはタイブレイクで面白いと思うんですよ。はい、どっちの監督が頭いいかみたいなところ出てくるじゃないですか。監督の頭脳戦。いや、あるじゃないですか、やっぱり。なるほど。3点負けてるのにバントする監督とかいるんですよ。ノーアウト1、2、ね、それヒット、ヒット打っても2点しか取れないんだけどっていう監督さんもいるから、からそういうのは面白いと思うんですけど、僕プロ野球でも入れてもいいと思うんですよね。タイブレイク。はい。そうですか。勝ち負けつくじゃないですか、まず。引き分けにならない方が。引き分け、もうなんかスポーツって引き分けってなんかあんま面白くないじゃないですか。まあ、確かに、そのなんかね、勝率もよくわからないですね。そうです、そうです。だから、絶対タイブレイクやった方が、その、それこそ監督の賢いか賢くないかみたいなもん。なるほど。でそこでバントばっかじゃなくて、そう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 、いかにこう打っていくかっていう勝負ですね。はい。はい、まあ、ちょっとクライマックスの話ですけど。あ、はい。昨日。よかったですね、ジャイアンツ。門脇どうすか、門脇のあの趣味。門脇あいつヒーローインタビューで僕のあれ撮りましたよね。ちょっと飛ん、絶対飛んでくんなって思ってましたって言ってたじゃないですか。あれ昔から僕が言ってる。昨日のね、ちょっとヒーローインタビュー、門脇ちょっとかかってますよ、ね。コメントでそうなんですよ。いろいろかかってます、ね。そうです。コメント取り合うとかあるんですか、ね、あれ俺の、あれ俺のですか。あれ俺のですか。あれ僕ですよ。僕いつも、僕坂本にが受賞で来た時あったじゃないですか。あの時も、どうやって守ってるんですかって言うから、絶対飛んでくんなって、本当に思ったら飛んでこないっていう。って言ってたんですよ、はい。だから、ヤクルトに伝わるんじゃなくて、ジャイアンツに伝わってるのかなと思って。宮本さんのやつがね、宮本、坂本、門脇に受け継がれていると。あんまいいやつじゃない。受け継ぐものじゃないじゃん、あんまり。言ってほしくないぞ、名手に。門脇が今年2年目で背番号がもう一桁になって、うん、ちょっと早いんじゃないかみたいな色々言われたりもしましたよね。でもっとなんか、普段通りやればいいとおっしゃってましたもんね、宮本さんも。ちょっと今年硬かったっておっしゃってました。硬かった。そうですね。うん。でも、正直ちょっと下手になってます。うん。それは1年目の方が良かった。良かったです。守備で。あのままでいいのにって思って。下手に なってる。はい。それは何、練習はしてるんですよね、でもね。まあ、方法を間違えてるか、その、なんか新しいことやって、ちょっと違う方行ってるか。あ、はい、どの辺が守備範囲は広いですよね、でも。でも足が動かなくなってますよね。ああ、そうですか。だからその硬いっていう、こう、ガチって取るみたいな。前までこう、スッと取れてたのが、ガチって取りに行くようになってるんで、あれは、まあでもいろいろ経験して、そのいらないものを、のけていくんで、うん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 、宮本さんは現役の時そういう時ありました。ちょっとなんか下手になったシーズンとかって自分で出始めって、はい、結構エラーするんですよ。僕もスタメンが多くなった時に、はい、10個ぐらいエラーしてるんですよ、うん、でライオンズの源田選手も1年目20何個エラーしてるんですよ、はい、そうですか。でそっからこうなんていうんですかね、うん、いいものを取り残して、うん、はい、いらないものをっていう風にやっていって、うん、どんどん上手くなるんで、ただ門脇君の場合は1年目でエラーが少なかったんですよ。なるほど。だからどっかで来るんで、それが多分今年だと思って、まあ来年以降
なるほど。今年はとにかく門脇が去年に比べるとエラーが多かったですね。多かったですね。はい。それをすごい言われてたんだけど、ね、逆に、だから、来年以降、はい、そこを改善していけばいい。そうです。もういろいろ経験してると思うんで。なるほど。ということですね。はい。エラーで経験するという。ちょっとでも、はい、それにしてもロースコアばっかりでしたね。クライマックスシリーズっていうのは。あれなんであんな点入んないんですかね。面白くないですよね。ね、もうちょっと点面白くないです。あのね、優勝チームは難しいんですよ。ちょっと気が空くんで、うん、バッターの方が実戦からすごく離れるんで、はい、なるほど。あと2軍戦とかのフェニックスとかって行くんですけど、うん、結局向こうも CS があるんで、うん、厳しいとこ攻めないんですよ。うん、怪我させたらダメだなと思って、うん。なるほど。で、ピッチャーのランクもやっぱ落ちるから、うん、意外と難しいです、バッターが。調整がちょっと難しい。難しいです。菅野投手も、ちょっと長すぎるんじゃないかっていうふうに、ね、そうですね。おっしゃってましたけど。だからもうダブルヘッダーとかそういうのでもいいから、もうもっと日程詰めてくんないと、そうですね。この優勝してるのに、ブランクになっちゃうな。待った分不利になるということで。まあ、ただ菅さんアメリカ行くんでしょ？はい。もう関係ないじゃないですか。なんで、ね、今の話してるんですよ。今の話ですね。関係ないですね。改善されるのは来年以降じゃないですか。来年以降、ね、菅野関係ないですから。菅野は関係ない。今の話をしてるんですよ。ソフトバンクはね、やっぱマシンがあるっていうね。すごいマシンがある。すごいマシンがあるんですよ。あ、打撃練習のマシン。その人の、はいはい、うん、まあ、例えばパリーグで日本ハムと対戦だったんで、うんうん、伊藤博美のボールが出てくるマシンがある。へぇ、すごい。相手ピッチャーのボールがもうまんま出てくる。球質とかも全部。ええー。今メジャーなんかも全部持ってるんですよ。あ、メジャー全部持ってるんですか。そうなんだ。で、球場の裏側の室内に全部置いてるんですよ。うん、で、今、ピッチャー有利だって言われてるんで、はい、なんかそういうマシンができたらしくて、うん、すっげえ高いらしいです。それでも今、ホークスしかないですか、日本は。今多分ホークスしかないです。うわ、それ選手がポケットマネーで、俺は買うよみたいな人出てきてほしいですけどね。いや、相当高いです。あ、相当高いですか。相当高いです。ああ、そう。もう、500万ぐらいじゃない、ないですか？違いますね。もう全然違います。もう、やばいんだ。そんな高いそんな高いらしいです。僕はもう全然知らないです。でも、球団でソフトバンクだけ。今、多分ソフトバンクだけ。でも、ちゃんと結果が出て、打ってるってなれば。ソフトバンクはやっぱ1戦目から、ね、それこそエース伊藤打ったんで、確かに。全然違うんだなっていうのは。そうか。巨人も、それ持った方がいいですよね、お金。別にないわけじゃない。全球団そうでしょ。いや、モテるんじゃないですか。ね、ただなんかこう、うん、生産性がこう、なんていうんですかね、うん、遅くて、うん、結構待たないといけないらしいですよ。あ、そんなに時間かかるんですか？かかるみたいです。僕も聞いた話ですけど。大量生産できないんですか？大量生産できないみたいです。あ、そうなんですか。それ現役時代やっぱあったらいいなって思いました。いや、全然違います、やっぱり。全然違います。誰の球練習したかったですか？僕ですか？現役の時。いや、別にないっす。いいじゃん。アンダースロー苦手だったから、ね。アンダースローが苦手だったから、ね。それ言いたくないんだ、もう自分で。いや、なんて言うんですかね。なんか、まあ、これっていうのはないですけど。あ、はい、あ、そうですか、はい。じゃあ、その、今まで、まあ、ないから、バッティングピッチャーにもっと前で投げてもらったりとか。そんな感じです。もうちょっと球速いのを打ちたいなと思ったら、そんな感じですね。へぇ、そういうふうにやってたの。でも、前、うん、毎日試合の時っていうのは、うん、もう毎日ピッチャーのボール見てるんで、うん、あんまりそんな特別なことはしないです。あ、試合があれば、感覚は別にそうです、そうです、はい。やっぱ、開く時ですね。そうです。開いた時はやっぱりすごく便利だと思うんです。なるほど。今日、ベイスターズ、ジャイアンツ、まあ、ベイスターズ、ものすごい勢いだったじゃないですか。はい。で、急にこの、なんかパターンと連敗して。連敗して、うん。で、ジャイアンツの方がどっちかというと今勢いある感じですかね。どうですかね、最初。何とも言えない。そんな打たないじゃないですか。そんな打たない。昨日も4安打ぐらいじゃないですか。昨日も3安打でした。あ、3安打ですね。しかも坂本のはピッチャーのエラーみたいなやつでしたよね。はいはい、そっか、3安打で勝った。こういう時っていうのはどういう、宮本さん監督だったらもう、守り抜く感じですか、やっぱり。まあそうですね、うん。ただ、ジャイアンツはやっぱピッチャーがいいんで、はい、まあこういう戦い方がジャイアンツの戦い方って言えばそれ、うん、そうなんですけど、うんうんうんでももう打順の組み替えぐらいしかもうないんで。打順ね。もう大体こんな短い期間でボンって調子良くなるっていうことはなかなかないので。あまあなんとか粘って今日勝って、うん、で、しっかり調整して日本シリーズに向かうっていう。ベイスターズはある程度。でもやっぱりジャイアンツのピッチャーがいいんで、そんな打ててないじゃないですか。うん、ベイスターズも、うんうんうん。だからやっぱりジャイアンツのピッチャーは改めてすごいいいんだなっていうのはわかりますね。うんうんうん
この今年のジャイアンツの打線も、はい、まあ、4番の岡本は固定してますけど、はい、ほとんど固定できてない感じじゃないですか、はい、宮本さん誰が1番とか2番守ったらいいとかあるんですか。そういう僕岡本前にします。僕だったら岡本前にする、はい、せめて3ぐらいにしたいです。へー、あ、そうです。4番に固執しないで、うん、なるほど。でそうなるとその前に、うん、打力が弱いやつが入ると、うん、結局アウトになってランナーなしとかになるじゃないですか、はい、うん、じゃあ丸がいて、うん、もう極端に言うと岡本だったら、うん、丸ランナー出てる可能性あるじゃないですか、うんうん、ソロホームランがツーランホームランになるじゃないですか、4番岡本から始まる前に、ね、数多く回ってくるじゃないですか、うん、だからじゃあなぜ大谷が1番打ってんのっていう話ですよ、うんうんうん、2番とか1番打ってんのって、うんうんうん、やっぱりいいバッター早多く回した方がいいんで、なるほど、だから岡本の4番に結構固執してるなっていう、うん、感じはします。すると4番は、まあ、もう誰でもいいです。もう誰でもいいっておかしいですけど、まあ、いいバッターから前に、そう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 、詰めていって、もう足りないんだったらもう 1,2,3 で点取るぞみたいな、あ、だから全然じゃあ2番がバントするみたいな野球じゃない。もう僕は絶対しないです。多分ちょっとやめてくださいよ、東海テレビのバントマンじゃないんですからドラマが始まったみたいな、バントしない主人公だから、あの下位打線もたまに出るじゃないですか、ね、そうなるとビッグイニングになる可能性ある。純粋にだから1番にホームランバッターがいれば、2番とかになるから。じゃあ極端な話、1番岡本でもいい。いや、2番か3番。2番か3番、それは。だからベイスターズでですよね、牧が2番ですもんね。そうです、そうです。で、あそこはやっぱり暑いんで、オースティンが4番に座るんですよ。牧がいて、佐野がいてって。だからやっぱり暑いんですよ。やっぱそういうのを、他の球団では、なんかどんどんメジャーみたいに取り入れていくかもしれないけど、巨人、やっぱなかなかやっぱ4番にこだわりそうじゃないですか、伝統あるから。でも巨人も伝統の4番って言ってるけど、なんか一時期なんかいろんな人4番の時もあったからね、それはもう別に今ない、合ってないようなものかもしれないけどな。でもこれねメール来てて、はい、燕食堂さんの、はい、まあ、ヤクルトファン歴23年の会社員ですと、はい、宮本さんのファンになったのをきっかけに野球始めた。そうなんですね、ありがとうございます。で自分が野球にハマってヤクルトファンになった2001年のスタメンを改めて見ると、はい、凄まじいメンバーだと。ヤクルトでしょ、ヤクルト2001年の優勝してますよ ね、 ね、1番、うん、真中さん、2番宮本さん、3番稲葉さん、4番ペタジーニ、5番古田、6番サード岩村、7番レフトラミレス、8番セカンド飛ばしという。で、すごい。ラミレスとペタジーニはジャイアンツに来る。そうそうなんですね。そうなんです。だと、これでも、僕だったらやっぱり2番を稲葉にしたり岩村にしたりします。2番宮本さんだったじゃないですか。僕はもう後ろの方でいいです。ええー。今だから。これが良かったんじゃないですか。今だから言える。そうそう、今だからですよ。今だからね。今このメンバー、ね、はい。今だったらこのメンバーパッと見たら、はい、もう絶対そう、岩村か稲葉を2番にして、うん、こう前に詰めていきます。で、まあ、ドバスタより僕の方が打ったんで。やめてくださいよ。僕、巻いてグリップ作ってんですか、ドバスタ。違うんですよ。あれ人に任せるんですから。え自分で巻いてるんですよ。自分で巻いてるようになってますよ。いやいやいや、もう、青柳さんって同級生が巻いてました。ちょっと。青柳さん。暴露しました、暴露しました。90円でめちゃくちゃやってます。作ってないですか、あれ。で僕が一回巻いた時に、お前4円だよって言われて、ギューって巻かないと、うん、こう打ってるとずれてくるんですよ、うん、テーピングなんで、うん、それで怒られてクビになりました。巻き係クビになった。巻き係やったことあるんですか。巻き係やった。おめえの弱えって言われた。飛ばしのテーピング巻き係やったんだね。飛ばしさんもすごいですね。ね、二塁手でしたけども、まあ、そう、今までで一番この守ってても他のチームでも、はい、うわこの打線強かったなっていう日本シリーズとかで当たってて、うん、何年か。でもやっぱりジャイアンツは、うん、ジャイアンツのあれいつやったかな、2004年じゃないですか、ですかね、優勝してないけど、うん、もう嫌でしたね。もう次から次へとホームランじゃないですか。タフィーローズとか、そうですそうです、あ、いた時、いた時、まあそこも嫌でしたね。そのうまくいくとすごく淡白で終わるんですけど、やっぱ次から次へとホームランバッターってやっぱ嫌ですよね。あ、やっぱ嫌ですか、はい、あ、でもホームランバッターだとショートゴロとかあんまりないみたいな、そんなことないですか。あ、ないです。あんまないですか。だから楽ですけど、上行くんで楽なんで、守備は楽だけど、楽なんですけど、やっぱりもう、ね、やっぱ勝ちたいじゃないですか、チームの勝利という意味でね、はい、という
ということでね、面白い、まあ、なんといってもやっぱり、はい、クライマックスシリーズそして日本シリーズがねありますから、これからちょっとやっぱ楽しみですけど、楽しみですよね、だからちょっとあれですよね、まだこれソフトバンクかどっちかわからないですけども、そうですね、どうですか日本シリーズは、ソフトバンクです早いな表情一つ早い、早っ、今年のソフトバンク何がやっぱり一番良かったんですか、まあ打線もそうなんですけど、まあ先発にこうモイネロ先発に回したりモイネロ、はい、でやっぱり小久保監督がまあ適材適所で あのうまく使っている選手を、で一番大きかったのはやっぱり山川です、やっぱ柳田近藤の左の好打者の間に右のホームランバッターっていうのも理想ですよね、なるほど、はい、めちゃくちゃ厚み増しましたもんね、はい、ということで、宮本さんからお知らせあればと思うんですけど、公式 YouTube チャンネル解体新書、はい、こちらでは藤川球児新監督への提言とか、はい、新庄監督の去就予測などもアップされている、元木さんにちょっと企画パクられちゃったけどね、あ、そうなんですか、これ元木さんのチャンネル、はい、それも元木のチャンネルですね、はい、ありがとう、パッケージ作られちゃいましたということで、はい、この時間のゲスト宮本慎也さん、ありがとうございました、ありがとうございました。公明党代表石井啓一です。大学に行かせたいけどお金が不安、そうした声を聞き、公明党は高等教育にかかる費用の所得に応じた支援を推進、高校授業料の実質無償化、大学の授業料減免、給付型奨学金の拡充に尽力しました。公明党、安全は威力、ゆるみ止めナットはハードロックです。鉄道、道路、高層ビルなどあらゆるものを支え、私たちの安全を守ります。ハードロックパワーは信頼と実績を誇り、常に安全性を追求し続けるのです。ゆるみ止めナットの決定版、ハードロックナット。10月27日日曜日は横浜マラソン2024開催のため、長時間の交通規制が実施されます。このため、マラソンコース周辺の高速道路、一般道は混雑が予想されます。公共交通機関をご利用ください。皆様のご協力をお願いします。日本放送開局70周年、三四郎のオールナイトニッポン10周年記念バチボコプレミアムライブ in 日本武道館、チケット完売につき、ただいま追加販売中です。ポケットの奥にちょっと残ってました。ゲストも来てくれます。不良、ハンニャ、カナダ、レーザーラモン、 HG、 クリーピーナッツ、 R 指定、アンドモア。バチボコプレミアムライブ in 日本武道館、詳しくは番組公式 X または日本放送イベントホームページをご覧ください。熊谷美穂です。日本放送アナウンサーカレンダー2025発売中です。来年もよろしくお願いしますの気持ちを込めて撮影しました。1年間お手元に置いていただけると嬉しいです。お申し込みは0570-07-1242、 日本放送アナウンサーカレンダー係まで。時刻は1時48分になります。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク遠藤さん、お願いします。はい、お伝えします。アメリカメジャーリーグで大谷翔平選手と山本由伸投手が所属するドジャースが20日、ナショナルリーグの優勝決定シリーズ第6戦でメッツを10対5で下し、4年ぶりのリーグ優勝を果たしてワールドシリーズ進出を決めました。大谷と山本は初めてのポストシーズンで、ワールドシリーズは初めての出場となります。ワールドシリーズでは2020年以来8回目の頂点を目指し、アメリカンリーグの覇者ヤンキースと1981年以来43年ぶりにぶつかります。大谷はワールドシリーズにずっと出たいなと思ってやってきたので、あとは勝つだけと意気込みを述べました。石川県能登半島を襲った記録的豪雨の発生から今日で1ヶ月となりました。そんな中、豪雨災害と元日の能登半島地震からの復旧復興に取り組む地域団体を支援する能登官民連携復興センターの開所式が石川県輪島市で開かれました。ノウハウ不足などの課題を抱える地元の自治体と、過去の災害で被災地支援を続けている全国の団体をつなぐことで復興に向けた活動をサポートします。
能登官民連携復興センターは石川県と被災した市や町、それに金沢大学などが設立し、東日本大震災などの被災地の支援団体 RCF の藤沢烈代表理事がセンター長に就任しました。開所式の冒頭、出席者は豪雨の犠牲者に黙祷を捧げ、長谷博知事は豪雨後にも行政の手の行き届かないところを民間団体に支援してもらったと述べ、官民の連携を強化する考えを強調しました。そして藤沢市はセンターの事業として地元自治体や信用金庫などと協力し、地域や集落単位の復興まちづくり、事業者のなりわい再建をバックアップすると説明しました。一方、政府の今後の対応などについて青木官房副長官です。各避難所において必要な物資を支援するなど、被災者の良好な生活環境を確保するための取り組みを進めています。経済対策においては能登地域をはじめとする自然災害からの復旧復興に全力を尽くすとともに、必要な対策を盛り込んでまいります。おしまいに、衆議院選挙の有権者の動向を探るため、共同通信がおとといと昨日実施した第2回トレンド調査で、比例代表の投票先は自民党が 22.6% で、前回の今月12日と13日の調査より 3.8 ポイント減りました。立憲民主党は 1.7 ポイント増えて 14.1% となり、差は 14.0 ポイントから 8.5 ポイントに縮まりました。小選挙区の投票先は前回調査では与党系の方が優位でしたが、今回は野党系の候補が 33.2% で与党系候補の 24.6% を上回り、全体として与党が支持を減らす傾向がうかがえました。ただ選挙区の投票先は実際には多くの選挙区で野党同士の競合により分散するとみられ、勝敗に単純に結びつくとは限りません。また投票先をまだ決めていないも 41.0% でした。この時間のニュースは以上です。遠藤さん、ありがとうございました。梅沢富美男劇団特別公演2025、梅沢富美男&研ナオコあっと驚く夢芝居、来年1月24日文京シビックホールで開催。チケットは11月6日から発売開始。お問い合わせは 03-3226-9999 民音まで。メール、はい、はい、言いますね、はい、テーマメールです。カズピーさんです。僕の名字は漢字にすると1文字なので、五十嵐さんや長谷川さんなど漢字3文字以上の名字に憧れがあります。いつかそんな家のお婿さんになりたいとまで思っていました。そうなんだ。さおとめとか、みたないとかね。確かに、なるほどね。そういうのはね、ありますよね。なんだろうね、それだけでなんかあれだよね、まあ、かっこいい、かっこいい、確かに。私なんか、私身がつくのがすごい。身が変身とか蓮見とか、あ、そっちに、なんか身が、身がつくのがすごい憧れで、よくノートに書いてましたね。夏見とか、夏見とか、そうですね、変身。あの変身はわかるけど、夏見っていうのは、あ、夏見って何、夏見じゃないですか。あ、いや、あ、そっか、俺の中学の同級生とかめっちゃいるんだよ。名字が、名字夏美、あ、夏美、夏を見るって書いてる。夏美、そうなんだ。へえ、そっか、夏美っていうと名前、下の名前か。蓮見とかね、あと蓮見、あ、よしみ、よしみさんとか素敵よね。なんでかしら、美って、あ、美は好き、憧れてますね。へえ、ちょっとあんまりなんか共感がないなんですけど本当ですか、ごめんなさい、今日はすいません、現金当たります。まだまだメールお待ちしております。続いてハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、久米さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは、はい、お伝えいたします。横浜は今18度、ちょっと肌寒いです。さて、神奈川県トラック協会からのお願いです。皆さん、送料無料についてどう思われますか？無料でラッキーと思いますよね。でもそこで一つお願いです。物を運んでる人がいることを思い出してください。送料無料ではありません。誰かが送料を負担してくれています。コンビニエンスストアにオンラインショッピング、当たり前のように暮らしに存在する手頃で便利なサービスには物流が欠かせません。皆様の当たり前の暮らしを支えるトラックによる安定した輸送の確保のため、適正な原価に見合った運賃のご理解をお願いします。緑ナンバーの神奈川県トラック協会は、
安全運転を心がけるドライバーの皆さんを応援するとともに、トラックドライバーを含むエッセンシャルワーカーの皆さんを応援しています。以上、横浜のスタジオより久米知恵がお届けいたしました。久米さん、今日のメールテーマ、はい、憧れるななんですけど、はあ、憧れる、うん、大学時代に1年先輩に、はい、あの読者モデルっていうんですか、あのファッション雑誌に読者モデルしてるすごい綺麗な人がいて、その人はあのやっぱ遊びすぎたみたいで単位落として、結構同じクラスだったので、すごいもう近くで見られて本当に憧れでした。もう毒物先駆けみたいなね。そう、そうですね、人いらっしゃったんですね。もうすごい綺麗でした。今どうしてらっしゃるんですか。今ね、なんかやってるかもしれないですけどもね。ありがとうございます。はい、どうも失礼いたします。スポーツ伝説のナビゲーター滝本さなです。スポーツ、それは努力と挫折の繰り返しのストーリー。アスリートの栄光の裏側には隠されたドラマがあります。スポーツを彩る様々なストーリーと感動を伝えていく番組、スポーツ伝説は月曜から金曜の夜9時50分からです。ナイツ The Radio Show。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの原さん、お願いします。はい、東名高速道路が集中工事のため渋滞しています。東名高速道路は集中工事のため、上り線は東京インターで7キロの渋滞、下り線は玉川橋で2キロ半渋滞しています。首都高速道路の状況です。4号線の下りは幡ヶ谷の手前に乗用車が止まっているため1キロ半の渋滞です。この影響で中央環状線の熊野町ジャンクション方面に向かう外回りは西新宿ジャンクションで2キロの渋滞です。都心環状線の外回りは芝公園での事故の処理は終わりましたが、羽田線の上りの芝浦まで渋滞しています。日本道路交通情報センターの原がお伝えしました。原さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時55分ごろお伝えします。あの、うん、メール来てますけど、はい、お願いします。湘南のランボーさん、うん、野良さん、ラビットのロケ見ました。ありがとうございます。ラジオショーで作ってもらった靴を履いてましたか？うん、履いてましたよ。ちょっとしか見えませんでしたが、うん、靴のソールのピンクのラインでビビッときました。マジで？衣装の色合いもあって可愛かったです。そうなんですよ。なんか、はい、今日オンエアだったんですけど、うん、このトレンドを学ぶみたいなロケで、夏中西さんと。それでなんか靴が可愛すぎて、うん、あの、もともと用意してた靴じゃなくて、それで合ってるからそれで行きましょうってなって、へ、あ、それ履いてったんだ。履いてったんですよ。それで行きましょうってなって、それで行きましょうってなって、すごいじゃん。すごい好評でした。本当、うん、全然あの長時間歩いても大丈夫です。全然大丈夫、はい、すごかったですね。行くにぴったりでしたよ。見た人も気づいたと、ね、すごいね。よく気づいたよ ね、ラジオなのにね。本当ですね。ラビットのさ、なんか田辺さんがなんか壁からオレ塾の、はい、出てきた人、イケメンかイケメンじゃないか当てるってわけわかんない。どういうこと、どういうこと。壁から出てきた人、の壁の向こうにイケメンかイケメンじゃないかどっちか当てるって。あ、出てくる前に当てるの、うん、え、シルエットで、ちょっとの おじさんの匂いがしますねって、おじさんですったら、ナス中西の中西さんで出てきて、うん、あ、正解です、おじさんでしたって。どういう能力なんでこれ朝から見なきゃいけないんだどっちでもいいじゃんみたいなどちらもあの番組朝からそれは分かんないね、はい、ということでまだまだメールを待ちしております。今日は現金とお米が当たります、はい、ぜひ、うん、名前と住所書いて送ってください。お待ちしております。この後2時からはゲストショー、サマーズの大竹さん登場です。ザ・ GS 栄光のグループサウンズファイナルコンサート、11月24日日曜日午後3時から高崎芸術劇場大劇場で。チケット絶賛発売中。お問い合わせは03-3355-3553 IS まで。ベリーベスト法律事務所より、小学校の保健室や体育館に並んで注射を受けた方へ。実はあの時注射器の使い回しが原因で B 型肝炎になった方がたくさんいます。国はこの方々のために最大3600万円の給付を行っているので、0120-70-7000番にお電話を。第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。夫が残した古いカメラどうしよう。その時でした。カメラの北村なら、天から夫の声が。出張査定で漏れなくクオカード。え？僕からのプレゼントと思って。あなた。出
出張買取はカメラの北村、電話は 0120-157-999。 繰り返してくれる？157-999。 はい。美味しさっていくつか種類があるけれど、ロアカーのウェハースはピュアな美味しさだって。自然の味を生かしたレシピだもん。世界で愛されるわけだよね。心緩まる自然の美味しさ、来年100周年、イタリア生まれのロアカーです。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送。ズーム辛坊治郎です。ナイツザラジオショーに続いてはズームそこまで言うか。今日のゲストは政治ジャーナリストの田崎史郎さんです。辛坊治郎が午後2時をお知らせします。